内村博之、内村博之、内村祐氏、1897年11月12日から1980年9月17日は、日本の医学者、精神科医。専攻は、臨床精神医学、神経病理学、東京大学名誉教授、日本学士院会員、プロ野球コミッショナー。1897年、明治30年11月に、 キリスト教思想家として、著名な内村鑑三を、父、内村の四度目の妻、内村静子を母として、東京府に誕生する。ドイツ学協会学校中等部から第一、高等学校、東京帝国大学に進む。学生野球界では、特に一校時代に、早稲田、慶応義塾を、久しぶりに撃破するなど、名だたる左腕投手として、名を馳せた。 1918年には15年ぶりの全国制覇を果たした。1919年4月初めの1校と3校の試合はマスコミに派手に取り上げられた。1921年4月7日に東京帝国大学3年生の時に東京ステーションホテルでくすみみよこと婚約をする。ナコードは父、肝臓の先輩、伊藤和隆だった。内村は、 スター選手だったので、マスコミに取り上げられて、波紋を読んだ。1923年春に、東京帝国大学を卒業して、精神科を志望して、東大医局に入局した。しかし、約1ヶ月後に、ご教授に申し出て、東京府立松沢病院の医院になった。父の肝臓は広きに、ワルター・スピールマイヤーの、精神系の組織病理学を、 卒業記念に送った。それと、並行して、学生野球の指導も行っていた。1924年11月29日、伊藤和隆の媒介と、大島政権の指式のもとで、東京ステーションホテルで、くすみみよこと結婚式を挙げる。その後、北海道大学から昇平があったが、北海道大学には、精神科講座の準備が整っていなかったので、 1925年から文部省の海外研究員として2年間ドイツのミュンヘンに留学する。カイゼル・ウィルヘルム研究所でスピールマイヤーに指示する。その際クレペリンやクレッチマーなどとも交流を持った。内村の留学中の1926年妻、ミヨコは長女マサコを出産する。1927年にドイツ留学から帰国する。同年九月に 北海道にわたる。1928年に北海道帝国大学教授に就任。1928年7月13日に次女稽古が生まれる。その直後7月27日に内村勘蔵夫妻が札幌に来る。札幌独立協会の巻き会を行う。1930年3月には父の帰徳の際一家で上京し。 父の臨終についての詳細な記録を記した。それらは父の臨終の木として残されている。また、3月28日に父、内村肝臓が死去すると、内村の希望で東大医学部で医療を達成した人物の脳の研究のため肝臓の解剖を行う。その後1936年に東京帝国大学医学部教授、1949年まで、 東京都立松沢病院院長兼任、学部長も務めるとなる。東大在職中に財団法人神経研究所を設立、清和病院を開設した。異業を達成した人物の脳の研究や、創生時の研究で多くの業績を残した。定年退官後は国立精神衛生研究所長などを務める。戦争中には軍部の要請で、 ソロモン群島に派遣され、戦地の精神医療体制についてアドバイスを与えた。また、空襲で松沢病院が消失して患者にも犠牲者を出す。1945年終戦の年に母静子が亡くなる。その一方、1939年から1943年までは、東大野球部長、1943年6、大学野球連盟理事長として、 戦時下の学生野球の対応に尽力する。戦後は東京裁判の永久戦犯になった大川周明の精神鑑定と治療を行う。内村は大川を梅毒性精神障害と診断した。また、定銀事件の平沢貞道や、婦女連続殺人事件の小平義夫などの精神鑑定を行った。1949年に法律改正により、 東京大学教授と松沢病院院長を兼任できなくなったので松沢病院を退職した。さらに1958年に東京大学教授を退職した後、神経研究所の創設に努力した。一方野球では混乱の続くプロ野球界で最高委員を務めるなど野球界にも多大な影響を与え、いわゆる VQ の巨人黄本時代の川上。 鉄次監督に大きな影響を与えたと言われるあるキャンパニスのドジャースの先方を翻訳したのも内村である。1962年5月、日米の野球に精通した人物として内村は日本野球機構第3大コミッショナーに就任。サンフランシスコジャイアンツへ野球留学中にメジャー出場した南海ホークスの村上正則の保有を南海。 ジャイアンツ領球団が争った際には1965年シーズン終了をもって南海に復帰させるという妥協案を提示して解決された。第1期の人気満了間近の1965年4月、内村は札束競争にまみれてプロ野球界に入ってくる新人選手を憂れ新人研修制度を行おうと提案したがオーナー陣の激しい抵抗にあい、 自らコミッショナーの職を降りた。むねコミッショナーはオーナー側寄りであると批判されている中、オーナー側と対立してコミッショナー職を辞したのは内村一人である。この時、どんな医者でも感知の見込みがなければ患者を見放すものだよ、とコメントし、自分を推薦しておきながら、その提案を飲まないオーナー陣を通列に批判した。後にコミッショナーを務めた。 下田武蔵によると、コミッショナーの職を辞した後は一度たりとも球場に足を踏み入れず、存命中は特別表彰による殿堂入りも拒否したという。このように、コミッショナーとしては思うように手腕を発揮できなかったが、日米の野球に精通した知識人として、日本の野球の近代化に貢献した点が評価され、没後3年を経過した1983年。 特別表彰として野球殿堂入りした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。